全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。今日はお昼過ぎに年金事務所に行って障害年金の手続きをしてきました。その後タリーズによって少し遅めのランチを食べ、ほっと一息ついているところです。ところで、障害年金のサポートを行う社労士事務所さんが増え続けていますが、それぞれの社労士事務所でサービスに対するスタンスが違うことを知っていますか？報酬はだいたい一緒で、年金2ヶ月分または初回入金額の 10% という感じですが、社労士事務所によるスタンスによってサービスの内容は様々です。障害年金の手続きをサポートするというスタンスの社労士事務所の場合、必要な書類はすべて本人に用意してもらい、社労士がチェックをして役所に提出をするだけというところもあります。ちなみに私たち全国障害年金パートナーズの受給代行のスタンスは、あなたが障害年金を受け取れるようにし、経済的安心を手に入れることです。あなたが障害年金を手にして経済的安心を手に入れてもらうことが、私たちの唯一にして最大の目的です。できるだけ早く確実に障害年金を受け取れるようにするためにどうすればよいのか、これを考えながら行動しています。病歴、就労状況等申し立て書や年金請求書の作成を私が行うのは、その方が障害年金の成功率が高くなるからです。医師に診断書を依頼するときに参考資料を作るのも、その方が障害年金の可能性が高くなるからです。障害年金の成功率を高めるためならば、お客さんにいろんなことを求めます。あの書類を用意してください、この時の状況を詳しく教えてください、こんなことを聞くのは日常茶飯事です。障害年金の成功率を高めるためならば、お客さんの要望にダメ出しすることだってあります。時々あるのが、私が作った病歴、就労状況等申し立て書をお客さんに確認してもらった時に、これを追加してください、表現を変えてくださいと言われたりすることがあります。私が考えるのは、どうすれば障害年金の成功率を上げられるかですので、お客さんの要望が的外れであれば容赦なくダメ出しをします。ご要望は分かりましたが、それだと審査をする人が迷ってしまいます。審査期間が長引いたり、余計な問い合わせが増えるので、やめといた方がいいです、という感じで話をします。なんだかんだ毎月一人か二人のお客さんにはダメ出しをしています。そうしないと障害年金の成功率を上げられないのですから、仕方ありません。もしあなたが障害年金の手続きを手伝ってほしいだけ、費用は安いところがいい、都合の悪いことは他人のせいにするという人なら、私たちに依頼することはお勧めできません。でもあなたが障害年金を受け取ること、経済的安心を手に入れることが目的なら、私たちはあなたの役に立てるでしょう。すぐに電話かメールで相談ください。とはいえ、私たちはうつ病による障害年金専門の社労士事務所ですので、身体障害などでの依頼はお受けできません。あなたが無事に障害年金を手に入れ、経済的不安なく療養に専念できることを願っています。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。